福井県立三国高等学校は福井県堺市三国町に所在する公立の高等学校。通称は三高。1909年に設立された堺軍立女子実業学校及び1923年に設立された福井県立三国中学校を前身として学生改革時の1948年に統合、設立された。福井県立では 旧生中学及び高等女学校を前身とする数少ない高校である。統合後、旧三国中学校の高地に三国高等学校が置かれ、旧三国高等女学校の高地に新生の三国町立三国中学校が置かれた。現在は普通科のみであるが、設立当初は普通科、商業科、課生科が置かれていた。かつては夜間定時制課程もあったが、 1976年に募集停止している。1982年に金津高校が設立されるまで、堺郡内の普通科高校は、丸岡高校との2校のみであったことと、上記の通り、福井県有数の伝統校であったことから、同校出身者には、堺地区内の市長、県及び市町村議員、自治体幹部、企業経営者を数多く輩出している。 福井県立三国高等学校川西文校に関するカテゴリーありがとうございます。